ホノルルクッキーダブルチョコレートマカダミア 454g 入り1598円です。大人気のホノルルクッキーの新フレーバーです。原産国はアメリカ、賞味期限は来年の5月です。約9ヶ月です。パイナップル型とはわからないほどに崩れて、いつも以上に粉粉したクッキーです。一口サイズのミニクッキーなので食べやすいです。ココア生地にチョコチップが入っているのでダブルチョコレートってことでしょうか。白い点々がマカダミアナッツです。細かいので存在感は薄いですが、このクッキーには合っています。サクサク食感ですが、口の中ではしっとり、きび糖を使った優しい甘さだけども少しソルティーです。ほろ苦さも広がり、甘いアメリカンクッキーとは全く違い、どんどん食べたくなりますが、5個で140キロカロリーです。気をつけましょう。ホノルルクッキーは我が家では人気がないんですけれども、これは大好評です。とても美味しいです。ポッツ&コーでいいのかな、毎回ちょっとこれどうやって読むのかな迷うんですけれども、バナナブレッド&バタースカッチ 100g が4個1448円です。1個あたりは362円、製造はイギリス、賞味期限は10月21日です。約1ヶ月です。アップルシナモンクランブルチョコレートファッジラバケーキのセラミックポットからガラスポットに変わりました。また捨てられない容器が増えましたね。リサイクルできるガラスにしたみたいですけれども、セラミックのラム缶もなかなか使い勝手が良かったんですよね。これも耐熱なのでいろいろ使えそうですね。蓋を開けてクンクンするとシナモンが香ります。チョコレートファッジラバケーキのようにスポンジの中にソースが入っています。スポンジがバナナブレッドで、ソースがバタースカッチです。ペカンナッツとアーモンドがトッピングされています。ガラスポットは高さ36ミリ、直径は8センチくらいです。1個あたりは336キロカロリーです。レンジとオーブンの両方で加熱しました。レンジは600ワットで1分、オーブンは160度に予熱してからの14分です。レンジはしっとり、オーブンの方はさっくり焼き上がってて、私の好みはオーブンです。どちらもソースがトロトロになっているので熱々です。もう危険な熱さです。オーブンの方は食べ終わってもポットがずっと熱々でした。バナナブレッドはシナモンとブラウンシュガーの香ばしさとバナナも効いてて甘いです。そしてソースが激甘です。ソースを絡めるともう甘さのパンチにやられて、私はバナナ感もシナモン感もわからなくなりました。チェルシーバタースカッチかベルタースオリジナルをクリーミーに溶かした感じっていうか、あのキャラメルソースよりも濃厚です。全体がねっとりと甘い中にナッツのアクセントはものすごく合います。美味しいんですけれども、私は半量でギブアップです。主人に食べてもらったので、主人は1個半食べたことになるから504キロカロリーってことになりますね。ティポでいいのかな、ミニロールケーキ 1kg 948円です。50個入っていました。1個あたりは 18.96 円、原産国はベトナム、賞味期限は来年の9月です。約10ヶ月です。ブルーベリーが香ります。長さは6センチくらいです。直径は20から23ミリくらいのミニサイズです。1個あたりは 73.4 キロカロリー。生地はふんわり、常温ケーキ特有のパサつきもなくしっとりしています。ブルーベリークリームがグレーなので美味しそうにはちょっとね見えないんですけれども、しっかりブルーベリー味です。ヨーグルトの酸味も効いています。チープな味わいですけれども、私は美味しいと思いました。パイナップルケーキ 35g が20個、3698円から800円オフです。1個あたりは 144.9 円、原産国は台湾、製造日は9月22日で賞味期限は12月31日です。ご存知の方も多いと思いますが、台湾パイナップルケーキはアイリッシュケーキのようなものではなく、まんじゅうに分類されるケーキです。
長辺は 4.5 センチ、短辺は3センチ。厚さは17ミリくらいです。34.4g で 154.8kcal です。バター風味のクッキーのような皮はほろほろと崩れやすいですが、ジャムっぽいあんはねっとりとしているのでバランスが良いです。パイナップルの香りと甘酸っぱさが効いていてとても美味しいです。カーギースイスチョコレートウェハース缶入り977円です。末尾77円のお買い得品です。今年の1月頃には2300円くらい、袋入りと比べると割高なんですけれども、その商品が春頃からだんだん値下げしてきて半額以下ですから、かなりお買い得となっています。原産国はスイス、賞味期限は7月28日です。約2週間です。クラシックが22個、ココナッツが19個、ダークが21個、全部で62個です。1個あたりは 15.758 円です。こういうの意外と知られていないんですけれども、接着部分のギザギザを、接着部分を剥がすイメージで切ると開けやすいです。長さは 55 ミリのスティック、重さは個体差はありますが 7 グラム前後、約 40 キロカロリーです。コーティングのチョコレートは甘めですが、サクッとしたウェハースとのバランスはよく美味しいです。ロングセラーの人気チョコですが、ココナッツはココナッツ感が強すぎて我が家では不人気です。私はやっぱりダーク推しです。チョコ XO ダークチョコレートアーモンドバターカップ 420g 1778円です。1個あたりの糖質はたった 5g のチョコカップです。材料はオーガニックを使っています。原産国はカナダ。賞味期限は来年の5月です。約10ヶ月です。パッケージはジッパー付きです。ポップに約30個と書いてあったので過不足があるかもしれませんが、きっちり30個入ってました。重さは 14g、直径は 4 センチ、厚さは12ミリくらいです。一口サイズ80キロカロリーです。中は柔らかで甘みもあるアーモンドバタークリームが入っており、ビターなチョコレートとのバランスも良くて美味しいです。気温のせいかチョコも柔らかめなので、食感はガナッシュ入り生チョコみたいな感じです。かなりビターですけれども、私の好みです。明治マカダミアナッツチョコレート132粒2898円から580円オフは9月3日までです。メルマガ掲載品です。約 160g 入った大袋が6袋で 950g。 これは22個入っていましたが、多少の差はあるようです。製造は静岡県、賞味期限は来年の3月です。約7ヶ月です。ディーバスでいいのかな、キャラメルチョコレート 400g 1548円です。ギフト用のパッケージになっていて、赤の他に白もありました。4種類のキャラメルチョコレートのアソートです。フェアトレードです。原産国はベルギー。賞味期限は来年の3月です。約5ヶ月です。ラインが入っているせいで一見割れているように見えたのはクランチヘーゼルナッツ。白いのはバニラ。割るとキャラメルがとろりと出てきました。そしてキャラメルハンドとダークはガナッシュです。もうね、4種類とも甘いです。一粒あたりはフレーバーによって違うと思いますが、約80キロカロリーです。甘すぎのチョコは私は苦手なんですけれども美味しいです。私の好みはガナッシュで、カリッと噛むと外側のフルーティー&ビターなダークチョコの中から甘いキャラメルがとろっと出てきて、ギャップのある食感と相対する味わいの複雑なミックスで美味しいと思いました。マーケットオードクターユーバー 594g 入り1598円です。カロリーメイトなどと同じ栄養補助食品コーナーにありました。原産国は韓国、賞味期限は来年の9月です。約11ヶ月です。約44個入りと書いてありますが、46個だったので得した気分です。
夏場の下にチョコ付けされて2層に見えます。暑いのでチョコが溶けてます。重さは 13.5g、 65kcal です。これ一つにプロテインが 3g 含まれています。長辺は 30mm くらい、短辺は 20mm くらい、高さは 15mm くらいの一口サイズです。夏場はプラリネっぽくなっています。チョコが溶けてるせいもありますが、全体的にねっちょり系のバーです。ピーナッツの食感と味わいが効いてて、ピーナッツチョコって感じもします。もう美味しいからたくさん食べたくなっちゃうので危険です。悪魔的栄養補助食品ですね。リンツリンドールアソートゴールド 600g 2398円から400円オフは11月19日までです。メルマガ掲載品です。ちなみにシルバーとピンクはお値引きなしです。原産国はイタリア、賞味期限は来年の7月です。約8ヶ月です。ホワイト、ヘーゼルナッツ、ダーク、ミルクがそれぞれ12個ずつ入っています。